なた様にお伝えしたいことがございます。こちらのお嬢さん、なんと10コンボ、ナイスですね。7文字のおつながり、ワンダステップ。こちらは強敵撃破エクスタシー。言霊マン2周年今ならもらえる。お待たせいたしました。お待たせしすぎたかもしれません。昭和最後の村西徹でございます。ようこそいらっしゃいました。お名前は？村西さん入られます。お待たせいたしました。お待たせしすぎたかもしれません。終わりました。じゃあ行きます。よーい、ドン。こちらのお嬢さん、なんと10コンボ、ナイスですね。私の今回の撮影に関するところの意気込みといったものは、最高すぎます。こちら強敵撃破ファンタスティック。こちらは強敵撃破ファンタスティック。いいですね。ここ横映像一番いいんじゃないの。こちらは強敵撃破ファンタスティック。ファンタスティックファンタスティックファンタスティック。私カメラでいつも撮影しておりますとね、自分の頭の中でこう編集をしながらね、その編集をしながらテンションをそこに上げていって、合わせていって作品を完結させていくという流れなんですが、今回はディレクターに全部お任せだったんで、その辺のテンションの持っていき方っていうのは非常に工夫、まあ、苦労をしたと。でも目いっぱい私は私なりにまあ、えぐらせていただいたっていうか、皆さんにご案内できたんじゃないかというような自負はございます。普通この本物のナイスですねってのは見た時しか言わない。普通言ったことない。ナイスですね。毎回やってる。7文字がおつながり、エクスタシー。よーい、スタート。7文字がおつながり、エクスタシー。じゃあ行きます。はい、そうです。2周年。そうそうそうだよ。はい。楽しく。はい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 。はい、いいですね。よーい、スタート。あなた様にナイスなおニュース、選べるガチャ開催でございます。6連続のおコラボ開催でございます。虹の言霊5000個配布でございます。言葉ってのは大きな力を持って自分を励ましてくれたりする、知った激励したりしてくれるんですね。あるいは読み返らしてくれたりしますね。そういう意味で言葉っていうのはとっても大きな力を持っていますね。だからそういう言葉の力をこう使った何かお仕事、こういう世界ととっても興味があって、ナイスですね。いただいていいでしょうか。はい、ありがとうございました、ね、いやー、もう連れて帰った、はい、最後に私のお好みのお言葉を一言、ナイスすぎます。